皆さんこんしましま、ニャンティスの新猫好きです。ウルトラマンファイティングエボリューション3実況プレイ、多分これで終わりだと思う。はい、いよいよですね、このファイティングエボリューション3もね、まあ、終わるということで、最後何で、つけるかっていうと、世界10拠点同時侵略指令80さんでやっていきたいと思います。80でもね、必殺技が解放されるっぽいんで、じゃあやっていきましょう。最後だ、いよいよ最後だ。さて、じゃあまあ80さんは、ただな、80がね、こう作詞無光線は威力 A なんだけど、他の S の威力の必殺技がないんすよ。まあとりあえず作詞無光線今のムーンサルトキックつけてもとりあえず A だから、まあとりあえずこれでいこうかな。あとは、反撃作詞無光線という中バリアと、まあその他もろもろ、ムーンサルトキックがちょっとね威力落ちるけど、まあバックルビームに比べたらまだマシや。よし、やっていこう。最後だからな、世界10拠点同時侵略指令ね。よく来てくれた AT、 お前の勇者としての力を貸してほしい。今地球に危機がさらされている。うん、破壊活動やね。あのバルカン星人80にも出てきたけえな。さあ行くぜ行くぜ、最後の、世界10拠点同時侵略指令および、ファイティングエボリューション3の最後、行くぜ。さて早速どこから行こうか。ゼットンか眼球、眼球から行こうか。まあ両方ね吸収されるかもしれんけど、必殺技を。さて最後やーって、80っていう出てくるよね。80先生は、おっと、よし、これでサクシウム光線だ。サクシウム光線、ふう、なんとか30秒以内いけたね。レイキバス、レイキバスでいくか。あれあんまりちょっと出現してないな。さあレイキバスバトルだぜ。おっと、いえ、いや、80がな、このなんか、なんだろう、こう、相撲を取るような感じにするよね、吹っ飛ばし攻撃の時。あ、倒した。やったね。あ、なんか結構なんか、A でも意外といけるじゃん？めっちゃ出てきた。どうしようかな。マグマ星人あたり倒すか。よし、行こう。さあマグマ星人倒してやるぜ。エイティあれだね、こう一撃が結構でかいね、攻撃力高めで。おっつ、どうだこれで、いけ。たまにはムーンサルトキックってもやってやるか。ヒン、倒せた。うん、なんか80はあれだね、とりあえず攻撃力が高めやね。必殺技は A しかないけど、
よし、じゃあベムスターてか仲間切ってちょうだい。さあベムちゃん、寒いね。寒いところで解決やね。見てーこの野郎ベムちゃんめ。よし、一撃が重い。エイティなんか蹴り攻撃が結構強力やな。やべ、よし、あーちょっと30秒ならんかった。そろそろ仲間が来てほしい。こん時の仲間誰になるんだろう。あ、ウルトラマンだ。エースキラー、うーんそうだな。とりあえず Z は任した。じゃあタイラント倒すぜ。ウルトラマンなんだね今回は。さて、タイラント行くぜ。タイラント、てかここのステージでタイラント出てくる率高いような気がする。へへ、読んだぜタイラント。よし、これで、あーかわされた、クソ。あーこれは30秒ならんかったぜ。まあなんとか倒せるとは思うけど、もう顔も、そうだな、とりあえずキング城あたりにしようか。ブクローカーを任せたウルトラマン、キング・ジョー硬いんだよな最後の最後で。こいつはよし、はいてこの野郎。この野郎、よし、サクシュームいけるか。いけ、倒せ、倒せなーい。もうムーンサルトキックで倒す。ふう、まあもう敵出てこんとは思うけど、怪獣島が危険。まあそうだな、とりあえず2世代な倒すか。こっちの方が強いんだよな2世代な。ちょっと荒らしてくれたなてめえっていう。エイティの切り攻撃を受けるがいい。これでどことだ。いけ、サクシウム光線。おう、あ、ノーダメじゃね。いいね、エイティ先生めっちゃいいやん。よし、最後バルタン星人やな。うん、エイティバルタン星人ともう戦ってたしな、ちょうどいいね。ラストやバルタン星人、お前が最後のラスボスだ。こう実況的にも、おっと一定なこの野郎。この蹴り攻撃がいいね、あのエイティの。うっ、
クソ。よし行け、サクシウム光線。え、何が起こったん、ちょっとびくったんだけど。ちょっとびくったな、おい。くらえ、これが最後だ。ムーンサルトキック。ふう、ミッション成功。ふう、まあ、勝てたには勝てたんだけど、さっきのあのバグだけど、何なんだ？え？おい、さっきのバグったけど何なんだ？まあ、戻ったけど、何だったんだ？え？終わるなっていう、実況終わるなっていう呪いか？怖っ。まあ、いいけどさ。はい、これで、やっとこさ、全部の、ストーリー終わりました。イェイ！やった！ウルトラレイランス。はい、手に入りました。イェイ！はい、いかがでしたでしょうか？以上をもちまして、ウルトラマンファイティングエボリューション3の、実況を終わらせていただきます。いやー、結構長かったな。前回のファイティングエボリューション2、あれがもうパート2ぐらいで終わったから、それに比べるともう何倍、もう20倍以上じゃないかな、そんなにないかぐらいボリュームがあったけど、いやー楽しかったね。ちょっとこう隠しのキャラクターとかも何体かおったりして、それを解放するのもね、ちょっと大変だったり、ウルトラモードで S 取るのもすっげー大変なやつもあれば、もうめちゃくちゃ簡単じゃんっていうのもあったね。特にゼットンとかゴルザとか、あの辺がすっげー難かったね。いやでもこうやってこうね、できたことの達成感は本当にあるわ。よかったね。でも世代的にこうね、ティガとかダイナとかのね、ウルトラマンもね、使えたりして、ね、すごい面白かったっすわ。なんかこう、ね、他にもファイティングエボリューションって、なんかいろいろあるみたいやけど、とりあえず、俺はここで終わろうかなというふうに思います。まあ、なんでかっていうと、まあ、結構長い系、ちょっとこういろんなゲームと掛け持ちしているから、なかなかね、長くやるとどうなんだろうっていう感じもあったりしますんでね、まあ、もしね、なんかファイティングエボリューション3の方でね、こうなんか要望みたいなものなんかこうハードモードにして全部やってみてくださいとか、もしあったら、まあないと思うけど、まあ、頑張ってね、やってみるのもいいかなと思います。まあ、ちょっと来るかどうかはちょっと分かんないけど、まあ、ちょっとね、一旦は、これでね、ファイティングエボリューション3、終わらせていただきます。本当に皆さん、最後まで、ご視聴いただきありがとうございますね。最初から最後まで、もしくは途中から見てくれてる方々、ね、最近見たよっていう方、ね、いろいろおられると思いますが、ね、本当に、ありがとうございました。ね、ね、チャンネル登録や高評価、コメント、あとこうね、他にもね、いろんな実況動画とかやってるんで、どうか、そちらも、見てください。それでは、バイニャラー。明日も